スーパーオートバックスの新小岩店ですけど、ピットがこんな感じですね。奥の方に駐車場があります。じゃあちょっと店内の方行ってみようかな。ちょっとね、ここもちょっと足が不自由なのでエレベーターで行きたいと思います。スーパーオートバックス、はい、ね、とりあえず今日はね平日なので、ちょっと順番待ちもねそんななくすぐ車移動してくれということなんで、ちょっと車の方にね行きたいと思います。はいね、こんな感じですね。はい、でお客様駐車場ねこちらですね。はいね、3階建て、3階建てで、であとねこっちの脇の方にも駐車場がある感じ。はい、どうもこんにちは、藤本動画藤本です。本日はまた藤本動画アップしていきたいと思います。今日はですね後ろに見ます僕のね愛車、スズキのエブリバンですけども、昨日ねちょっとねスーパーオートバックスの市川店の方にね、ちょっとオイル交換ねしようと思って持ってったんですけれども、待ち時間がね280分というね恐ろしい、まあ、祭日だったからというのもあるんですけども、まあ、恐ろしい待ち時間だったんで、ちょっとやめまして、で今日はですねまたスーパーオートバックスなんですけども違うとこやってきました。今回ね、来てるのはスーパーオートバックスの、新小岩店というねお店の方に来てるんで、で今日はね平日なので、で平日は午前中なのでねもうこの後すぐねピットの方に車入れてオイル交換始めてもらえるようになったので、車移動していきたいかなと思います。よいしょ、なんとかね、車も運転できるようになったので、やっとねちょっと行動範囲が広まった感じですね。まずハザードをつけてきてくださいと、まだ開けてきてくださいと。よし、じゃあゆっくり行きますか。で9番のピットもね入れてくれということもあるので9番に行きたいと思います。前から9番に、はい、よいしょ、ね、はい、はい、じゃあね車の方預けましたのでね、車検証を持ってまた2階に来てくれということなので、ちょっと2階に行きたいと思います。はい、ということでね、とりあえずオイル交換手続き終わりまして、まあ、大体ね、スズキエブリィで、フィルターとね、あとなんでフラッシングっていうのかな、オイルを洗浄するのとあとオイル交換、もろもろで大体1万4800円ぐらい、かかりますね。で、工賃じゃない、工賃はね、なんか1000円ぐらいみたいですけども、はい、で、時間はね30分ぐらいみたいな感じです。で30分の間ねちょっと店内でねお待ちくださいということなので、またちょっと、動画をね店内に動画撮らさせてもらおうかなと思います。カウンターの方から店内をちょっとね左回りにちょっと持っていこうかな、ね、格安バッテリーとか、ね、ここにちょっとねお店的にはね
少しスーパーオートバックスの割には狭めなお店ですね、はい、でアウトドアコーナーね、はい、こちらにもボードミラーねありますね、はい、ボードミラーの売り場があって、はいね、昨日ねちょっとなんか時間とかでね買おうかなと思ったんですけど、なんかだんだん面倒くさくなってきてやめてしまったので、はい、こんな感じですね。お、釣り道具とか入れるのいいねこれね。なんかね、このルアーとか入れたいなこれ。はいね。ね。結構ここのお店もゴードンミラーは随分、ね、力を入れてるみたいでいっぱいありますね。はい、ね、やっぱりね、このオートバックスオリジナルブランドのね、ゴードンミラー非常に力入れてるみたいですね。よいしょ、今日はよいしょ、向こうの方はちょっとアウトドアっぽいキャリアとかも見に行こうか、ね、もうあの思いつくがままにね、こう動いてるだけなんで、どこをどう紹介したいとかそういうわけではないですけど、ね、自分の興味のあるところだけは移していくスタイルで、ね、はい、ね、こんな感じですね。これいいな、結構高いな、5000円ぐらいするな、はい、これ薄いこの辺のやつはなんかちょっとね、いいですね、なんかしまうのに、もうちょっと余裕が出たら購入しようかな、ジェットパックとか、うん、ね、こういうのとか、ね、アウトドアのね、やつですね、これなんだろうな、これはなんだろう、あ、マットか、あこれ車中泊とかいいかもね、こういうマットね、畳るし、ね、簡単車中泊ベッドキット、あ、こんなのがあるみたいですね、あ、エアを入れて、へー面白そう、これいくらすんだろうな、これ、あ、結構すんね、49,500円もすんだ、僕ね、ちょっと羨ましいけど、ちょっと高くて手が出ないな、ね、あとは普通にね、こうね、こういう売り場ですよね、こんな感じ、こんな感じでね、普通にカー用品店としての売り場がありますと、うん、ね、アルミホイルがあったりとか、うん、ね、カーナビとかね、まあ普通な感じですね、ちょっと店内はね、外壁沿いに時計回りに来ていますけど、あ、こういうのがあるね、はい、ね、抹茶室か、昨日もこんなの売ってた、はい、ね、あ、喫煙所があるじゃん、喫煙所ありますね、いいですね、はい、トイレがあって自動販売機があってね、こんな感じですね、自販機は、じゃあとりあえずね、時間来るまで僕でもしようかな、よいしょ、喫煙所からね、オートバックスの、ね、喫煙所の中でね、ちょっと発掘しながら待ってるんですけど、非常にね、広くて快適な喫煙所ですね、
戦場の中でね、インフォメーションボードみたいなのが出まして、ね、なんかオートバックスのアプリでお得なクーポン配布中とかっていう、ね、ね、アンケートに答えて300円できたか、ね、こんな感じで、ね、はい、今回のね、オートバックスでかかった費用の領収書ですね。ちょっとね、口頭で説明だとね、うまくできないんでね、一応ね、領収書、こんぐらいかかりましたよっていう、ちゃんと映ってるかなと、ね、読めるかどうかわかんないですけど、はい、領収書で今ね、合計額が 14,560 円です ね、はい、ね、ね、ちょっと車の中でね、ちょっとスマホをね、ちょっと固定したりして、でこれね、別にあのこんな感じにね、あの置きたいわけじゃないんですけれども、お、終わったかな、これいいな、これちょっと理想的なものをね、ちょっと見つけました。これいいね、色いいね、ニューカラーカーキっぽいやつ、これちょっと買っていこうかな。何したいかっていうとね、ちょっとあの車の中でね、ライブ配信したりするときにスマホを固定する場所がね、うまく作れなくてね、これだったらうまくこうライブ配信するときにどっかに引っ掛けて、スマホ引っ掛けてね、車の中のライブ配信できるかなって感じなので、これをちょっとね、購入していこうかなと思います。はい、よし、じゃあこれ買って、あともう作業終わったんでね、これ買ったら車引き場に行って帰りたいと思います。はい、ね、オイル交換の方済みましたので、ね、乗ろうかと思いますけれども、うん、なんか気のせいかエンジン音が静かになったような気がするね。静粛性が高まった気がします、ね、やっぱね、エンジンオイルとかね、きれいにすると気持ちいいですね。だいたい購入した時にね、ちょうど7万キロぐらいだったかな、確か、ね、購入した時の走行距離がね、まあ、中古車なんで、7万キロぐらいだったんですけども、そこからまあ約半年ね、乗り続けて、で今回初めてね、オイル交換、エレメント交換ねしたわけですけれども、まあ今実際の距離が、78,094キロ、ね、走ってまして、はい、ね、だからまあ8,000キロ、8,100キロぐらいで、ね、今回初、オイル交換ということで、まあちょっとよくわかんないね、オイルとかねあんまり詳しくないんでよくわかんないんですけども、まあそれなりにそこそこね、いいグレードと、あとまあオートバックスで使ってるこの、ね、エブリ用のフィルターエレメントの中では、まあ、一番いいフィルターをね、チョイスして、あとは、なんだろうね、フランジング材みたいなやつを入れてっていうね、まあ、そんな感じの作業工程で、まあ14,000いくらかみたいなね、感じで収まった感じですね。はい、まあ、非常にね、うん、なんか、まあ、そんなにね、そんなに、ああ、なんかエンジン音おかしいなとかね、オイル交換しちゃうとやばいなってほどではなかったんですけども、まあそれでもね、なんか、オイル交換したらなんか室内のね、この静粛性がすごい良くなったような感じがして、だいぶ静かな気がするな、エンジンの音が、うん、はいね、まあ、豆にね、これからもね、まあ大体5000キロに1回ぐらいねやっとけばいいんだと思うんで、長く乗るためにね、ちょっと豆にまた、車メンテナンスとね、やっていきたいと思います。はい、ということでね、まあ、今回ね、スーパーオートバックス新興岩店さんの方で、ね、オイル交換してもらうついでに、店内をちょっと撮らせてもらった、動画になります。はい、藤本動画の方ではね、今回はね、写真関係、カメラ関係のね、動画、あとはね、ハードオフの動画とか多く、アップしてますけれども、まあこういった形でね、エブリ車関係のね、動画も、ちょいちょい上げていきますんで、また藤本動画ね、ご覧ください。チャンネル登録等されてない方、ぜひともチャンネル登録、いいね、マーク、ね、告知を送るマーク、このまま